Hello everyone! 皆様こんにちは、犬神マリアです。僕の可愛いお人形、続きを遊んでいきましょう。なんとお人形のアメリアちゃんはお人形ではなく人間でしたね。びっくりした。まさかでしたね。で、そのアメリアちゃんがマスターとの出会いの場面がたまにフラッシュバックするって言ってたところからですね。あんたなんかいなければよかったのに。え、これは誰が言ってるの？月が見守る静寂の中、ぽつりと吐き出された声が響く。気持ち悪い。あんたの顔を見てると気持ち悪くて吐き気がするのよ。ひどい。毎日毎日母と顔を合わせるたびに呪詛のように繰り返される言葉。それは幼い少女に呪いを残すには十分だった。アメリアちゃんが言われてるってこと？お母さんに。慣れとは恐ろしいものだと思う。避けつまれ、苛まれるという異常な行為も繰り返されるうちにいつしか何も感じなくなっていった。よくない、よくないよこの環境。しかし、響いた言葉は知らず知らずのうちに心の中で反復し、私の中に一つの結論をすり込んでいた。私は醜い。醜くて汚らわしくて、他人を不幸にさせる存在なのだと。そんなことないよ、アメリアちゃんすごい可愛いのに。こういうのってすり込まれていってしまうんだよね。洗脳みたいな感じかな。カチ、カチ、カチ、カチ。母が就寝したのを確認し、時計の針が12時に回ったその夜、私は家という名の檻から逃げ出した。家でした？え、うぐ。喉から絞り出すような声が出る。走っている時に雨が降り出したのだろうか。いつもは煩わしく感じるそれも、今はありがたかった。おえつが激しい雨音に溶けて、路地に響くこともないから。ゴミ箱の周りには落ちたタバコ、空き缶などが散乱していたが、気にする余裕もなく地面に座り込む。歪んでいる表情に反し、接しているコンクリートから伝わる冷たさと、夜の冷気で思考は比較的済んでいた。わあ、寒いよ、そんなところ。しかも一人ぼっち。ふぐ。こんな声を出すことができたことに、逃げ出して初めて気づいた。そして、抑圧していた自分の本音にも。弱音を誰にも吐くことができなかったんだね。苦しい。私は息苦しかったのだ。うちに生んでいる黒い感情を声に変換し、暗闇に吐き出してもまだ苦しい。内側から溢れ出るものを止める術もなく、本能のまま叫んでいた。嫌だ。私は必要とされたい。私を救い出して、肯定して、温めてくれる誰かが欲しい。その時だった。人形？マスターじゃないこれ。え？こんな場所に人が来るわけがないだろうと油断していた。頭上から降り注いだ声に反射的に反応し、泣いていることを取り繕う暇もなく、ぐちゃぐちゃなままの顔を上げた。あ、かわいい。めっちゃ幼いね。こんな小さな時に家出したの。そこには優しそうな少年が立っていた。年齢は高校生くらいだろうか。その、非攻撃的な瞳は、私をこの世のものでないような目で見つめていた。他人の視線で不快感を覚えなかったのは、いつ以来だろうか。君、生きてるの？あ？生きてるとはどういうことだろう。私は確かに呼吸も瞬きもしているし、脳だって自覚する上では正常に機能しているはずだ。初対面の人に哲学的な問いをするなどのよほどの変人にも見えない。普通の問いだと仮定するとしたら、返す答えは一つしかない。生きてます。ということは人間？はい。むしろそれ以外の何に見えるというのかと思ったところで、最初にかけられた言葉を思い出した。確か彼が口にしたのは、なんだ人形じゃないのか。それはそうだよな。他の研究所でここまで高度な自立機能が備わってるタイプを開発したなんて耳にしてないし、焦ったようなほっとしたような。じゃあこの世界では人間そっくりまではいかないけど、そこそこのお人形、動くお人形はあるっていうことですね。だから周りの人にアメリアちゃんはお人形って言っても信じたわけだ。失礼なことをしたね。
僕は指導つむぎ、隣の市の FIL という店で人形師をやっているんだ。と言ってもまだまだ駆け出しだけど。表情を見るに、どうやら千の問いは本当に純粋な気持ちで尋ねたらしい。特に不快だとは思わなかった。君、僕の人形にならない？え、ちょっと待って、生身の人間で分かった上でこれを言うってことは、アメリアちゃん今後はヤンデレになるヤバい子ですけど、この主人公もなかなかのサイコパスですね。前言撤回。やっぱりこの人は変人かもしれない。そうだよ、ヤバい大人だよこれ。まだ大人じゃないか。ちょっと恥ずかしいけど、一言で言うと一目惚れかな。君があまりにも可愛いから驚いたんだ。可愛い？さっきまで醜いと非難され、何年も罵られてきた自分にかけられた言葉とは到底思えなかった。心の底がチリッとうごめいたような気がした。僕は完璧な人形を作るのが夢で、毎日パーツとにらめっこしてるんだけど、いまいちこれだっていうものが作れなくて。あ、今日もパーツをいろいろと調達しに隣の島で来たんだよ。って、僕のことはいいんだ。君はどうしてこんなところにいたの？家族は？家族？家族ってなんだろう。血はつながっているが、自分を愛してくれない母など家族と言えるのだろうか。いません。逃げてきましたから。沈黙。建物にぶつかる雨音が耳に届く。戦国と比べると雨の勢いはやや減ったようだ。そうなんだ。何かを察したらしい彼は、幸いにもそれ以上私について深追いをすることはなかった。そのことに少し、いや、かなり安堵した。帰る家がないんだよね。だったらなおさらだよ。僕は君が気に入った。だから僕の家に迎えたいんだ。これ誘拐にならない？大丈夫？救いの手ではあるけどね。どうしてそこまで？さっき言っただろう。僕は君が可愛いから好きなんだ。僕の理想の造形をしている。求めている人形の完成形だから、制作の参考にしたいんだ。綺麗な宝石を手に入れて手元に置いておきたいと思うのは不思議なことかな。待って、すごく美談に聞こえるけど、これ誘拐だよ。理屈は分かったような気がするが、納得はできなかった。アメリアちゃん偉いね。ちゃんとしっかりした女の子だ。この人やばいって思ったんだろうね。私が宝石？ガラクタの間違いじゃないだろうか。そんなものを必要としてくれる彼が不思議で仕方ないと思うのは当然だ。あ、ちょっと違う方向だった。言い淀む言葉とは裏腹に、胸では一つの感情が膨らむのを自覚していた。嬉しい。ああ、生まれて初めて私という存在を認識し、必要としてくれる。その感覚は甘美だった。もし許されるならば、求められていいのならば、言っていいの？私は必要とされていいの？もちろんだよ。もし僕のことを不審に思うなら、今から近くの知り合いの人形屋によって身分を証明してもらってもいい。一人暮らしだけど、養う余裕はもちろんある。正直、不審だろうと何でもよかったのだと思う。居場所がある、それだけが私の望みだった。私はそこで何をすればいいんですか？何もしなくていいよ。ただその要望を保っててくれればね。まあ欲を言うと、家事とかちょっとやってくれれば嬉しいけど、他の人形は君みたいに繊細に動いてくれないしね。まあ僕の研究は造形に重心を置いているから、動作にはこだわっていいな。あ、おっと、話が長くなるから今度語ろう。家事？それだけでいいのか？それだけで私の居場所を用意してくれるのか？彼に褒められるだけで心が温かくなる。じわりじわりと心を蝕む歓喜。ここから少しずつ歯車が狂い始めた。そうね、現実的に考えると幼女誘拐なんだけども、お家でね、言葉の暴力をずっと受けてきたこういう子には、保護施設とかこういう救いの手っていうのが最もいい方法なのかもしれないね。そういえば君の名前は？ああ、やっぱりいいや。今から君は僕の所有物になるんだから、以前の名称なんて捨てたも同然だ。
そうだな、アメリア。うん、アメリアがいい。アメリア、いい名前だろ。完璧な君はみんなから愛される存在にならなければならない。雨の日に出会ったのもかけている。それから僕のことはマスターと呼んでくれ。いいかい、今から君は僕のお人形だ。私はアメリア、マスターのお人形です。4年前のとある夜、こうして私はマスターから名前を授かり、人間から人形へとなった。すごい。一通り家を案内してもらった後、最初にされたことは着替えだった。初めて着るフリルやレースがたくさんのドレス。普段の服と着心地も全然違う。手触りがスルスルとしていて、肌が触れるたびに気持ちよく、無知な私でも高級な素材を使用しているのは分かった。ロリータの衣装ね、めちゃめちゃ手が込んでるし、お高いのは本当お高いですからね。そういえば母は出かけるたびにいつも違う洋服を着ていたな。きっと会う男の人に綺麗な姿を見せたかったんだろう。いや、過去のことを考えるのはよそう。人間の私はもういないのだから。あの、こんな高そうなドレス本当にもらっても大丈夫なんですか？大丈夫も何も、君のために用意しておいたものだよ。理想の人形が完成したら着せようと思って、何年もずっと店やネットを探して買ったものだ。大切にしてくれると嬉しい。そうですか。しかし本当に可愛い。まさか理想の要望に出会えるとは思わなかった。あ、そこのリボンもう少し上かな。じっとしててくれ。さっきからずっとこの調子だ。服を着ただけで褒められ続け、可愛いと言われる。脳がクラクラとする感覚にドレスの裾をぎゅっとつかみうつむく。きっと今私の顔は真っ赤になっているだろう。ああ、隠さないで。その顔をもっと僕によく見せて。温かい手が頭に乗せられ、顔を上に向かせられる。じっと優しいマスターの視線がぶつかる。もっと褒めて、もっと可愛がって、もっと必要として。今まで愛された経験がない反動でスポンジのように甘さを吸い込んでいった。あの、今からでも何かできることはありませんか？彼に恩返しをしたい、喜んでもらいたい、感謝の気持ちをすぐにでも伝えたい。これといった特技や財産もない私ができることなどたかが知れているだろうが、幸いにも簡単な家事なら一通り身についている。いや、今日は疲れただろう。この部屋で休んで体調を整えてくれ。それが僕が一番してほしいことだ。そうですか。すぐにでも行動に移そうとして気合を入れていた肩を落とす。あ、いや、そんなにがっかりされるとは思わなかった。もしかして恩返ししようとしてくれてるのかな。ありがとう。さっきも言った通り、アメリアはいてくれるだけでいいんだよ。残念だが、マスターがそう言うならば従うしかない。僕の言うことが最大事項だから本当に気にしないでほしいんだけど、どうしてもって言うなら、明日から家事は自由にやっていいよ。あと敬語も必要ないから。あ、任せてください。あ、任せて。それでいい。他はあとは伝えることあったかな。今まで一人暮らしだったから他人のことなんて考えたことがなかった。数少ない友人も人形バカが映ると言ってなかなか家に来たがらないし、彼女もね、一人もいたことがないって言ってたしね。まあおいおい教えるということでいいか。じゃあおやすみ、アメリア。はい、おやすみマスター。明日からよろしくな。こうして夢か現実かわからない一日は終わりを告げ、私とマスターの日常は幕を開けた。4年後にその日常の平和な幕は閉じてしまうんだよね。この家に来てからは初めて経験したことばかりだった。自宅で他人と一緒に食事をしたり、外出したり、楽しく会話をしたり。楽しく会話をすることが
初めての経験だったんだ。壮絶な人生だったんだね。アメリアちゃん、ここに来て正解だったね。ただそばにいるだけで喜んでくれるし、酒詰まれることも叱られることもない。マスターと過ごす一日一日が楽しい。人生ってこんなに幸せなものなんだ。そして何よりマスターに褒めてもらえることが一番嬉しかった。褒めてもらうために時間があれば空き部屋まで掃除したし、好みを観察して料理に反映させたりもした。多分マスターの好みのことなら本人より把握している自信がある。本人は隠せてると思っているような部分まで。まだできることはたくさんあるはず。これからの生活は期待と幸福に満ち溢れているに違いない。そう、この時はそう思っていた。マスター、僕の愛しいマスター。ああ、もっと可愛いと言ってほしい。僕の存在を肯定してほしい。僕だけを愛してほしい。他の人間には目を向けず僕だけを見てほしい。そのためなら僕はいくらでも献身的になる。